ヤッホー YouTube、 どうも直樹です。今日もジャニーズ行っちゃいます。ジャニーズのこちら伊野尾くん、ちょっと可愛らしい感じの子ですね。マッシュ、マッシュなんだけど、見えるんだけど基本多分これボブベースですね。マッシュベースに、マッシュベースというかボブベースに前髪作って、ちょっと丸くギリギリまで作ってるのでマッシュっぽく見えるけど、まあマッシュボブみたいな感じかな、で作ってますね。基本的には襟足ちょっと残しながら、ここに唇ライン、顎ラインにちょっと沿うような感じで作ってる。後ろの方はちょっとこう丸く作ってると思うんですけど、で前髪をパツってつなげて、全部下ろしてつなげてるんで、これはこういう風にカットしないといけないんですよ。前髪を下ろして、で横とこうつなげるような感じで、ちょっと緩くつなげるような感じで作ってますね。で上は少しだけレイヤー入ってるから、まあ、こういうセットの感じはもう基本的には何もしないんですけど、ここの表面の上だけ、トップの部分、ここだけ例えばアイロンスーッとスライ、あ、もう本当に流すような感じで、どっちに行こうかなみたいな感じでやってあげて、でちょっと上だけつけてあげて、下の方はほとんどつけてあげない、もう軽くちょっと手に残った部分だけでちょっとセットするぐらいでいいと思います。だからちょっと分かる、やりすぎちゃうと、上につけすぎちゃうとちょっとなんか2つちょっと髪の毛質感が残っちゃってるみたいな感じになるんだけど、あんまりその辺はちょっとつけすぎずにやってあげるといいかなと思いますね。こっちのスタイルもこの時もね、まあ同じような感じですね。本当に色が違うだけで、この辺ちょっと重めに残して、この時はちょっとどっちかっていうと後ろはボブっぽいけど、横をちょっとショートっぽく切ってるような感じ、ちょっと段を入れて、で前髪を切ってるから基本は変わらないんですけど、ちょっと後ろはボブっぽく、横はちょっとショートっぽく切ってくださいっていう風にすると、ちょっとこうイメージが最初の1枚目よりも違うかなと思いますね。僕はこの時とかはもうしっかりブリーチしてピンク入れて、あとマス寄りの感じですよね。可愛らしい感じで見えて、伊野尾くんだからできるような感じ。これとかは本当にショートっぽく切って後ろは残して、本当にマッシュルームよりマッシュ寄りの感じにしてますね。でここも目ギリギリまで切って横つなげるんですけど、ここ横つなげるときに、あのね、本当美容師さんに、本当に人のおでこの広がりとかによって違うんですけど、本当にこの目ギリギリからこう丸くするように切っていかないと、結構ここから丸く切るんだったら綺麗なんだけど、ここパツンってここから広がって切っちゃうと、バーンって顔面が出すぎちゃうから、ここの前髪のギリギリで作るのと、こっからのラインの作り方っていうのは、本当に美容師さんにちょっとゆっくりでいいんで、ちょっと作ってくださいって言った方が僕はいいと思います。でマッシュルームはおでこが短い人、小さい人、僕ぐらいだったらまだいいんですけど、小さい人、狭い人絶対いると思うんですけど、絶対やめてください。似合わないです。これだけは言います。マッシュルームは伊野尾くん若干ちょっとおでこ広いでしょ、若干グッと、僕よりも多分グッ5ミリか1センチぐらい多分広いと思うんだよね。ちょっと若干ハゲ要素入ってるんだけど、そこぐらいちょっと変な話広くないと、ここの出てくる面積が使えないんで、マッシュルームは絶対似合わないです。てか作れないです、こういう風にならないんで、その辺は覚えておいてあげてください。覚えておいてください、できないんで。でこの時ぐらいな、マッシュからもう変形してショートっぽくなってくる、マッシュからちょっと変わってきてるような感じ。これだともう上パーマかけたりとか、ストレートアイロンとかでうねってあげて、ちょっと外羽もねこの辺入れてあげるとバランスはいいと思います。まあジャニーズのよくあるヘアスタイルの一部ですよね。で前髪をパッツンで切って、ちょっとセニング入れてる、前髪はこういう風に作ってるっていうところが伊野尾くんらしいかなっていうところなので、前髪の作り方っていうのは本当にみんな難しいと思うんですけど、パツって切った後にセニング、あの量をすくハサミとかで作る人も結構いると思うんですけど、そうじゃなくて細かく、本当に一線一線細かくチョップカットとかで、まあ、自分で切るならね、ちょっと毛先の方、中間から毛先をちょっとずつ
装備で上げたりとかして何度も何度も重ねてあげて作ってあげた方がランダムになりやすい。どうしてもセニングってハサミにもよるんだけど、どうしても同じ質感で量だけ減らすだけだから長さのパツ感はあんまりこう切れなかったりするので、その辺は、まあ、自分でやるなり美容師さんでやるなりするときにチョップカットで切ってくださいとか、まあ、あんまセニングっていうよりもちょっとザクザク切るようにランダムに切るようにしてくださいっていうオーダーすると前髪は作りやすいと思うので、ぜひその辺も自分でオーダーするときとか、まあ、切るときとか前髪も短いから切る人もいると思うんで、そういうときはちょっと挑戦してやってみてください。またね。